はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。本日5月19日水曜日です。朝ドラおかえりモネですが、今日から朝岡悟が登場しておりました。この気象予報士の影響でモネは自分自身も気象予報士として頑張ろうと資格を取るわけですが、その後モモネが東京に移り住んで出会う人たちについて今回は紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、ご存知のように永浦モモネは気仙沼湾にある亀島というところで生まれ育ったわけですが、高校受験に失敗するということで、心機一転しまして登米の方に移り住むわけです。なぜ登米なのかというところは、祖父の辰巳の紹介で旧知の中である山主の新田さやかが登米の方に住んでおりまして、そこでお世話になるということで、森林組合の仕事の手伝いをするようになっているというところが現在描かれているわけです。そしてそこで気象予報士になろうと、決意して頑張って資格を取って、その後東京の方で働き出すことになります。ということで、ここでは東京で出会う人たちを紹介していきたいと思います。はい、ということで、今日からもう出演されてましたが、朝岡悟が登場します。朝岡徹を演じるのは西島秀俊さんです。朝ドラは純情キラリちょっと姉ちゃんと今回で3回目の出演となります。役どころですが、テレビで有名な気象キャスター、物腰柔らかな人物で、登米を訪れた際にはモモネに気象予報は未来を予測できる世界なのだということを教える。東京の民間気象予報会社で働き、各分野の気象ビジネスにも精力的に取り組んでいるという人物設定です。ということで、ヒロインモモネが気象予報士を目指すという、きっかけを与える、キーパーソンになってきます。西島秀俊さんの、コメントですが、脚本の足立直子さんとまたご一緒できること、そしてトト姉ちゃん以来の朝ドラの現場に参加できること、大変嬉しく思います。気象予報士は現代を生きる私たちの暮らしと密接に結びつき、時には人の命に関わる責任ある職業です。モモネが目指す気象予報士朝岡悟という人物をどんな風に演じられるか、作品に真摯に向き合い、そして楽しみながら挑んでいきたいと思いますというコメントを出されております。ここで脚本の足立直子さんとまたご一緒できるというところですが、実は脚本家足立直子さんはこのドラマの脚本を担当されており、さらに西島秀俊さんと内野聖陽さんがダブル主演を務めた昨日何食べたというドラマの脚本も担当されていたということで、このスタッフと登場西島秀俊さん、内野聖陽さんが出演されるということは2回目になるということになります。昨日何食べたというドラマですが、簡単に説明しますと、几帳面な弁護士と人当たりの良い美容師の2人が 2LDK のアパートで暮らす毎日を食生活メインに展開する物語であり、2人ともゲイという設定になっている、ちょっと難しい、物語ですが、もともとは漫画である吉永文さんの原作をドラマにしたものです。はい、続きまして気象予報士の、神野マリアンナ莉子が登場しますが、この神野を今田美桜さんが演じられます。朝ドラは初出演となるようです。
役どころは朝岡が気象キャスターを務める朝の報道番組で中継コーナーを担当する若手予報士。華やかな風貌で仕事中は常ににこやかだが、ゆくゆくは報道キャスターになりたいという野望を秘めている。裏方スタッフの桃根とは正反対のタイプだが、やがてコンビを組むことになるといった人物設定になります。今田美穂さんからのコメントですが、陣の利子役を務めさせていただきます。今回おかえりモネに参加させてもらえること、とても嬉しいです。利子ははっきりしていて、器用なようで不器用なような、かなり素直で正直な子だなと思います。利子の頑張りに私も元気をもらいます。そんな可愛く愛嬌たっぷりの気象予報士利子がスタッフキャストの皆様と一緒に成長できたらと思っていますというコメントを出されております。はい、続きまして気象予報士の内田守役を清水博也さんが演じられます。清水さんも朝ドラ初出演になります。役どころですが、気象予報会社の社員で桃根と一番年齢が近い先輩、オタクっぽく頼りない印象の青年だが、実は予報士試験に一発で合格した秀才で、気象データを読み解く力に長けている。自身が花粉症に悩まされていることから、その対策アプリの実用化を目指しているという人物設定になります。続きまして気象予報士野坂みどりが登場しますが、この野坂みどりを森田美里さんが演じられます。森田美里さんも朝ドラ初出演となります。人物設定ですが、気象予報会社の社員でテキパキと仕事をこなし、ペンも立つ頼もしい先輩。普段は交通機関や道路関係者への気象情報提供を担当している。朝岡、内田とともに登米の3人にフィールドワークに訪れたことがきっかけで桃根と出会うという人物設定になります。はい、続きまして気象予報会社の社長の安西和正が登場しますが、この安西を演じるのは井上潤さんです。井上潤さんは朝ドラに多数出演されておりますが、一番直近なのは2020年のエールで出演されておられました。役どころは桃根が所属する気象会社の社長、ひょうひょうとつかみどころのない人物で、会社を見学しに来た桃根をいきなりニュース番組の現場に向かわせる。会社の実績は順調だが、自社のオリジナルキャラクターがさっぱり売れないのが悩みの種という人物設定です。井上潤さんはコメントを次のように出されております。おかえりモネ、毎日朝から笑顔で過ごせる橋渡しとなる番組として、皆さんと寄り添い希望の道となりますように。東京編いよいよスタート、楽しいメンバーが登場しますよ。その一人に私もね、ははは。はい、申し送りました。私桃根の勤める会社の社長安西和正役の井上潤です。おかえりモネ、お楽しみにというコメントを出されておりました。はい、続きましてテレビ局側の人物として高村さと子が登場します。高村役を高岡早紀さんが演じられるということで、朝ドラ初出演のようです。役どころはテレビ局の社会部気象班デスクで、桃根がスタッフを務める報道番組の責任者、正確な情報を厳選して慎重に伝えるという報道スタンスに強いこだわりがある。そのため気象情報を時に踏み込んで伝えようとする朝岡悟と対立することもあるといった人物設定になります。続きまして記者の沢渡康平が登場しますが、この沢渡役を玉置玲央さんが演じられます。
玉置さんは2014年、花子とアンに、朝ドラ初出演ということで、今回で2度目の出演となります。役どころはテレビ局社会部の記者、気象庁担当であるため百音たちがいる気象班をちょくちょく訪れては情報交換をしていく、少々やさぐれた風体でいい加減そうに見えるが記者としての腕はいいという役どころです。はい、続きまして、百音が東京で下宿することになる大家さんですね。井上夏が登場します。井上役を演じるのは舞子さんということで、2011年お日様で初出演していることから今回で2度目の出演となります。井上夏の役どころですが、百音の東京での下宿先の大家さん、祖父母がやっていた古い銭湯をリノベーションしてシェアハウスにした、人当たりの柔らかい優しい人物で、やがては上京してきて行き場に困った休みも済ませることにということで、この野村あすみはまだ出演されていないと思いますが、百音の幼なじみで同級生、高校の時の同級生でもあります。そして実はこの銭湯にはある秘密がということで、この秘密はちょっと気になりますね。はい、ということで、このリノベーションという難しい言葉をちょっと解説しますと、リノベーションとは既存の建物に大規模な工事を行うことで、住まいの性能を新築の状態よりも向上させたり価値を高めたりすることを言います。ということで、今結構いろんなところでリノベーションというものが流行ってまして、聞くことが多いワードとなってきてますね。はい、はい、ということで、今回は5月17日に放送がスタートした「おかえりモネ」で、ヒロイン百音が気象予報士として上京した先で出会う登場人物について簡単に触れてきました。はい、ということで、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、コメントも非常に励みになりますので、よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。